はい、イーラジュメ気分です。6月17日日曜日に、第9回チキチキ540モーター限定、ラリーですねを開催します。本コースの、設営が完了しました。一応こういう感じになってます。後でちょっとね動画撮りますんで、アップしたいと思います。まあ、全体はこんなイメージで、作りました。今映ってる奥が、ラリーの、なんですかね、ロングコース部分ですね。ぐーっと奥行って奥の方ずるーっと作ってあります。で、手前のジャンプ台の方から、今私が撮ってる位置は、先週挙げました山岳コースのとこですね。山岳コースの上から撮ってます。スタートは今ね、この軽トラのあるところ、あのトンネルのあるところからスタートして、この辺り、この今映ってる正面ですね、ここが、SS 区間ですね。2人同時スタートで、クロスして、2周します。で、2周したら、正回転と逆回転でこの辺り、ここですね、ここで、もう分かれてこっちへ行く逆回転派とこっちへ行って、山岳コース入ります。で、こっち入ってぐーっと抜けて、お互い逆方向から入って、まあ、どこかで必ずクロスしますけども、クロスしてお互い戻ってきて、ゴールはですね、一応そのドラム缶、私の軽トラ、左側の軽トラの手前あたり、散らかってるあたりにゴールを一応設定します。ちょっとまだこのあたりちょっとまだ考えてる最中なんですけどもね、一応このような感じになってます。これからですね、走り込んで、ダメなところ、走りづらいところを、直していって、当日で、ね、まったり楽しく走れるような感じにしますが、結構テクニカルっぽいです。多分楽しめると思います。ではまた動画上げますんで、お楽しみください。イーラジュメ気分でした。